四天王へ挑むメンバーのご紹介。はい、というわけでですね、今回から四天王へ挑むんですけども、そのメンバーがこちらとなっております。まあね、基本的にはいつものメンバーというわけなんですけども、レベルだったり技だったりをね、結構変えております。まあ、特にね、宿女、親分、けだものの3匹はね、相当レベル上げましたね。いやー、かなりね、これが時間かかりましたね。うん。やっとしてんのに挑めるなっていう感じですね。じゃあ1匹ずつ見ていきましょうか。はい。はい、まずピカチュウ。ピカチュウはですね、滝登り、ハイドロカノン、花を掘る、辻斬りのね、4つでいこうかなと技。ね。究極技、ハイドロカノンをね、なんとなく覚えさせてみました。あとね、コメントの方で、思い出しでね、辻斬りが覚えさせられるよっていうことをいただきましたんで、辻斬りを覚えさせてみました。はい。で、エース、うなぎ。うなぎはですね、空を飛ぶ、ドラゴンクロー、火炎放射、ブラストバーン、ね。ドラゴンクローね。メガ進化したらね、ドラゴンタイプになって、まあ、特性でこういう技のね、威力も上がるということなんでね。技マシンでドラゴンクローの方を覚えさせました。あとね、コメントの方ではね、もうブラストバーンは覚えさせなくていいっていうのはね、大半だったんですけども、なんとなくこういう主人公っぽい技って持ってた方がいいかなと思って覚えさせました。ブラストバーン。はい。で、ニャンチュ。ニャンチュはですね、技は基本的にはいつもと一緒です。サイコキネス、チャージビーム、サイコショック、シャドーボール。唯一変わったのが不思議のプレートというね、エスパータイプの技の威力が上がる道具を持たせました。基本的にはいつも通り、可愛いニャンチュ。はい、で、宿女、レベル60までね、なんとか上げました。技は波乗りの仕掛け、冷凍ビーム。ここまではいつも通りなんですけど、絶対レードというね、技を覚えさせました。滅びの歌だったんですけどね、もともとは。まあ、3ターン長いなと。それだったらちょっとロマンがあるね。技を覚えさせたいなと思っても、絶対レードをね。一か八かで使うかも。で、親分。親分もね、レベル60まで上げました。10万ボルト、ほっぺスリスリ、影分身。で、雷を覚えさせました。まあね、ステータスを見てほしいんですけど、まあ他のポケモンと比べると、ステータスが著しく低い。まあ、素早さはまあ高いけど、それ以外が低い。なのでもう、電気タイプ特化型のね、一点突破ポケモンでね、行こうかなと思って、もう電気オンリーにしました。で、道具、注目してほしい。電気玉。手に入れましたよ。今多分ね、画像の方が出てると思いますけども、ピカチュウをアホほど捕まえるというね、作戦で。うん、作戦なのか?で、手に入れました。うん、これは、時間かかりましたね。はい。で、けだもの。けだものもレベル60までね、上げましたよ。ただね、注目してほしいのはやっぱ、ステータスですね。もう、親分よりも低い。うん。唯一高い素早さもそこまででもないっていうね。ちょっとね、不安。本当にガチで戦力して使うには70。いや、もっといるかもっていう。正直そんな感じですね。なのでもう、偵察要員として使おうかなと思ってトンボ返りを覚えさせました。あと、怒りの前歯ってね、HP を半分にできる技だったり。まあ、自信、威力100あるけど、どこまで効くかなって感じだけど。で、恩返し、ね。まあ、夏気度はね、最大になってますんで、まあ、ノーマルで一致で、それでもどんなもんかなっていう。で、持ち物もね、変わらずの衣装にずっと持たせてたんですけども、進化の奇跡に変えております。ちょっとでもね、ちょっとでもステータスをマシにするためにね。だからね、進化キャンセルは B ボタンでね、もう、アナログ方式でね、行おうかなと思います。はい。というわけでね、このメンバーで挑んでいきたいと思います。それでは、行きます!どうも、みつみついと申します。今回もですね、ポケットモンスター X の方をやっていきたいと思います。というわけで、四天王の方までやってきました。ポケモンリーグもね、こんな豪華絢爛な建物になる時代になったんですね、いつの間にか。いやー、ね、挑んでいきたいんですけども、その前に、
このポケモンセンターの住人のお話を聞いてないので、まず聞きたいと思います。もしもし。ポケモンリーグとは、最強のポケモントレーナーと謳われる四天王と、その上に君臨するチャンピオンに挑む場所。今回チャンピオン誰なんだろうな。チャンピオンって毎回ね、なんかストーリーに絡んでくるもんね。ダイゴさんとか。だから誰なんだろうな。マジでおにぎり太郎とか出てこないよな。どんな相手にも合わせられるのが強さなのか。自分のスタイルを貫くのが強さなのか。そうだな。やっぱり、けだものを最後まで愛し抜く心だね。チャンピオンに勝つのも強くなるためのステップよね。結構ドライな子だね。って、チャンピオンに勝ってから言わないとダメだよね。そっか、ステップか。まずとりあえず買い物しよう。うん、やっぱ買わないとな、やっぱ薬など。と、なんだこの水たまりは。まず足をビジャビジャにさして、チャレンジャーの靴下を濡らして、なんか気持ち悪い感じで戦いに集中できなくさせる作戦だな。なんで姑息なんだ。さすが四天王、やることが汚い。さて、と、ポケモンリーグで待ち構える四天王はそれぞれ。炎、水、鋼、ドラゴン、おー、ネタバレくんだ。炎、水、鋼、ドラゴンか。もうでもなんかいけそうな感じもするな。うちのメンバー的になんか結構有利が全部いる感じが。なるほど。君は好きな順番で戦い挑み勝ち抜く。ああ、選択制になったんだ。へえ。準備はいいの？この先に足を踏み入れたなら四天王全員に勝つか、あるいは負けるまで出られないわよ。ほう、デスマッチというわけですか。面白い。いいでしょう。で、どっちから、こっちかな、それとも、こっち、ん？どっちでもいいのかな、なんか。どっちに行っても結局同じとこに繋がるみたいな。ことかね。まあ行きましょう。おー、なんかかけられてる。なんでしょう、これは。なんか、このポケモンリーグは市の許可を得て運営していますみたいなやつかな。わかんないけど。ここはなんだ、ロビーかな？ん？お？え？なんか誰かいなかった今。え？もう誰か戦うの？ちょっと、選択制じゃなかったの？俺選択の余地なかったんですけど。マジか、いきなり、ちょっと、そっか、入り口の少年は、嘘つきだったのか。まあ、しょうがない。それがポケモンリーグの厳しさというやつでしょうね。あなたが見つね、ようこそポケモンリーグへ。私、四天王の一人、炎のポケモン使い、パキラ。炎か。ポケモンリーグには私を含めた四天王と、チャンピオンがいます。チャンピオンに挑むのであれば、四天王に勝利し、強さを示さねばなりません。とはいえ、フレア弾を食い止め、おお、知ってるんだ、フレア弾の件。あ、やっぱヤフーニュースになったんだろうな。ツイッターで拡散されたんだろうな。あなたなら楽勝でしょうけど。あ、戻ってくんだ。こっから選べっちゅうことね。なるほど、そっか。ああ、なんか部屋が4つあるっぽいもん。そっか。それぞれが何の部屋とかはなんか書いてないんだね。じゃあまあここ行ってみるか。近いし。ああ、水か。出れんの？あ、出れるな。じゃあ選び放題だな。ああ、まあでもいいや。男らしくね。水に挑みましょう。トップバッターだけ変えるか。はい。トップバッター変えましたよ。トップバッターは奴に託しました。お、競り上がった。で、おお、どこに行くんだこれは。おお、すごいね、なんか豪華絢爛というか、そう、なんか動いてますよ。カリ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 、すげえなこれ。もしか、すごい金かかって、うわあ、水だし、危ない危ない危ない、死ぬ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 、溺れ死ぬ。うわあ、なんかこれって水タイプのポケモン有利とかになんないよね。なんかすげえ水のなんか威力上がりそうなんだけど、逆に炎の威力すげえ下がりそう。まあ別に炎出さないからいいけどね、この戦い。なんかないと思うけど、そういう効果ありそうな感じがして、なんかちょっと、いや、わからない。そこの方、お尋ねしたいことがあります。ポケモン勝負は芸術足りえるでしょうか。ん、まあうん、そう、それそれ。なるほど。料理は作れども作れども消えるもの。食えばね。
ポケモン勝負も終われば勝ち負けの記憶すら薄れゆく。いやー、うん、まあそうね。そこに全身全霊を打ち込む生き様はまさに芸術。お、戦うのか。なんかこう、さあ勝負だみたいな、なんとなく君の言いたいことだけ。うずみさん眼光鋭いね。言いたいことだけ言ってなんかすぐ勝負な感じね。ブロスター、ほう、うわ知らねえな。いきなり知らんポケモン出たな。トップバッターけだものだね。愛くるしい。いやー、けだもの、けだものが戦いますよ奥さん。さてトンボ帰りで早速戻ってこい。多分勝てないだろう。レベル63か。なるほどね。水だろうからね。ただ技が怖いな。ここは耐久型の宿女で行こう。親分っていう手もあったけどちょっと怖い。何してくるか分かんないからね。波動だ。いや何それ、もう違うじゃん。ポケモンが打っていいやつじゃないって。うひー、効果抜群。波動弾、格闘か。マジか。のしかかれ宿女。一回波動弾打たれたきついな。うわ、打つよね、それ打つよね、有利なんだもん。いやもういきなりやられた。これも親分で速攻でやるしかない。速攻でやればなんとかなるでしょ。波動弾別に効果抜群じゃないし、でもやられるとは思うけど。いっけー、やれ、いいぜ親分、いいぜ。いやー親分、ナイス親分。おーし、けだもの多めにもらったぞ。ギャラドス、お、いけるいける。ギャラドスなら電気4倍だもん。メガ進化とかしないよね。メガ進化はなんか選ばれし者しかできないみたいな設定だもんね。その設定ぶっ飛ばしてこないよな、まさか。いけ、10万ボルト、よし、してこない。やっぱ選ばれし者しかできないんだな。おお、ほいほい、お、すごい、親分がここに来て、ここに来てエース、急にエースになったぞ。画面のです、行こう親分、もう分かんない、行こう、行っちゃい、行っちゃい、勢いで行こう。乗ってるんだ、これあれか。てか気持ち悪いなこのポケモン。カメテテとかいうのいたよね、なんかそれの進化系でしょ。気持ち悪いなカメテテのやつ。これ一発いけるかな、どうかな。ほっぺスリスリしといた方がいい説もあるけど、10万ボルトでいく。ここは強気の親分。おお、殺される、頑張って親分。うお、マジかよ。まあこれはどうしようか。でもけだものでもいけんじゃない、正直あとこんだけだから。岩はあるでしょ、なんかだから。お、地震、じゃ地震だ、地震。あ、あ、回復させてきた。そっか、四天王だもんね、それはするよね。地震どんぐらいかな、半分いくかな、全然いかねえな。これは戻ってこい、けだもの戻ってこい。これはどうしよっかな。岩水だとしたらピカチュウとか出しとく。水あるんでしょ、当たり前だけど。おお、クロスチョッピー、いやー、これはやばいな。うん、これは違う。あのここは親分を復活させる。一旦ピカチュウはちょっともうしょうがない。これ、そっか、岩水ってなんかこう絶妙にちょっとな。まあでもここで親分でいける。リベンジザ親分、地獄より呼び返った親分は復讐の鬼と化していた。くらえ、うぅ、こんな可愛くないポケモンに、こんなポケモンガンガン殺されるなんて屈辱ですわ。そうだ、毛玉がちょっと出てるんだよな。スターミー、水エスパーか。このままでいこう。特防高い感じがするんだよな、なんかこう、分かんない。特攻だけなのかもしれない。なんか特殊が高かったから、初代で。あ、っていうか、今、サラだけど、四天王って4匹なんだ。あ、4匹か。しかもレベル63個っていうのかな。
ちょっとレベル的になんかいけそうな感じ。そうだ、素早さ高いんだ。耐えましょう。親瓶1回だ。あ、1回耐えてれば。くそ、もうヤンチューだよ。ヤンチュー先輩だよ。もうヤンチュー先輩にはチャービーがあるからな。チャービーとかゴースト技もあるな。じゃチャービー1回打って上がったら、そこはもうゴーストでいいか。上がれ、惜しいね。光の壁は特殊物理どっちだっけ。あ、特殊か。やべえなこれ。通るかな、ちょっとやってみるか。上がった分ぐらいは全然チャラになっちゃったな。行くかな。おお、いったいった、よし。いや、いいね。みんなの力でもぎ取った勝利だよ。まあ正直、けだものはちょくちょく出てきてとんぼ返りしてきた印象しかないけど、あなた方のことこのズミの胸に留めておくといたしましょう。はあ、お、すっげえ金くれる。やっぱ四天の羽振りいいな。やがて薄れ消えゆくものを記憶に刻み込むため全身全霊を打ち込む、それが人生です。急に人生語られたぞ。ポケモン勝負において弱いポケモンなどいません。そうです、ホルビーも大事な一つです。弱いトレーナーがいるのみです。なるほど。ポケモンの良さを見極め、こだわり強さを引き出しなさい。そして今一度エレベーターに乗り、先ほどの部屋に戻るのです。そうか、なるほど。エレベーターどこ？エレベーターはこれ？あ、これか。さて、今の部屋もう行けないのか。そっか、まず回復だな。さて、行きましょうか。ねえ、じゃあ次ここ行くかな。火炎の間か。うん、いいでしょ。うん、まあどうせどっから行っても一緒だしね。まあね、どうせさっきのやつ、なんかやつは四天王の中でも最弱の男とか言われてんだろうな。どうせね。だからまあ次からが本番でしょう。おお、怪しげ。うわお、うわー、もう、うわ、もう危ない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 、危ないっていちいち演出が、演出はそういうなんていうの、安全面に気を使って演出をね。火炎ってことはさっきの子でしょ。ようこそポケモンリーグ火炎の前、相手は私パキラが務めさせていただきます。あ、シンプルね。なんかご挨拶がパキラ、うん、パキラか。うわ、でもなんかね、なんかチャラそうな感じね、この赤いサングラス。火炎です。メラメラよ。これはどうするかな。まあ、こっちのトップバッター、けだものなんですけど。さて。よし、ここは怒りの前まで。あ、お、生きてる。おー、しよいよし。これで帰ってこれたらいいんだけどな。殺されちゃうだろうな。ああ、出た、この強いやつだ。ああ、かわいそうに。ここは忍びの力で倒すか。まあね、けだものの力でね、半分にしたんでね、まあ滝登りで倒せるでしょ。半分にしなくても倒せた説があるけど。やったー。けだものとピカチュウのね、2匹の力で倒しましたよ。2匹の力でね。ファイヤロー。あれはブーデーのおにぎりも使ってたな。まあ、とりあえずピカチュウで行けるとこまで行ってみるかな。まあ、滝登りでしょうな。まあ、普通に行けるとは思うんだけどね。おっしょい。あら、四天王ちゃん、もしかして行ける俺。コータス。ああ、あれね、知ってる知ってる。じゃあ、ここ一回宿女に変えてみましょうかね。宿女。宿女もね、やれるんだぞってとこをね、見せたい。見せつけたい。宿女の貫禄。あと、やっぱりこの周り、暑そうだよね。なんか、水ポケモン、ちっちゃいな、コータスって。こんなちっちゃかったっけ。水ポケモンなんか降りそうな、このステージ。いっけ、波乗り。おお、
あ、ちょっと残った。お、これ回復させてくんな。しかもストーンエッジ結構効くんじゃないですかね。うわ、でも急所でこんなもんか。いや、こんなもんで結構効いてるけどね。結構ことだけどね。回復はさせてくるだろうけど、まあ向かいの網乗りは打ちます。もうそれ以外ねやりようがないんで。いけ、なんか間違い倒せ。あー、もうまた回復させんな。不毛だよ、もう諦めてくれよ。多分無理だよ。あー、使ってきた。回復の薬ってことはあれだね、状態以上も回復されちゃうのか。状態以上にしてじっくり倒すみたいなのもあんまできないのかね。さて、ここで多分ストーンエッジが仮に先を取られてもまあ死ぬことはないでしょう。よーし、やったー。いやー、いいね、宿女も。宿女も強くなりましたよ。さて、最後は何かな。シャンデラー、ゴースト、炎みたいなやつか。一応ピカチュウに変えとくかな。宿女でもまあいけそうな気もするけどね。宿女、炎、効果今一つとかになんないしな。一応氷持っちゃってるから。一応ね、なんか強い技打たれたぞね。レベル63だね、やっぱ。さて、究極奥義を見せてやるんだ。ハイドロカノン。おお、思ったより見た目普通。なんかもっとなんかズバズバババババみたいなやつなのかと思ったら、なんかこう思った以上になんかこう平平ボンボンとしてましたね。チャレンジャーが四天王パキラに見事勝利を収めました。このなんだろうね、このジグ的な感じ。なんかこうね。お見事です。ポケモンリーグ制覇の暁にはあなたとポケモンたちのことニュースで世界に知らせます。この人ニュースの、あ、そういえばなんか一回どっかに出てきたような。あー、なるほど。え、みんなこれってポケモンやった人って、あ、あの時のってすぐに思い出す。俺は全然思い出せなかった。がっつり忘れた。あ、残る視点の二人に勝てばチャンピオンに挑みます。あ、そっか、なんか事務的だなって。じゃあなんでこんなチャラい色付きグラサンしてんだろう、この人は。なんで？謎は深まるばかりだ。ニュースキャスターでこんなチャラかったっけな。アメリカだとこんなチャラいのかな。このアメリカじゃねえしな。じゃあね、次はここ。鋼鉄の間。まあ、鋼タイプでしょうね。鋼か。まあ、うなぎがいるしね、鋼は。逆に言えば、うなぎ以外、何でいけんのって話なんだけど。おお、危ね。危ないな、あれから。全部危ないよね、多分。四天王の部屋。なんか、年間で何人か間違って怪我とかしてないかね、これ。怪我で済むかどうか知らねえけど。おっと。鋼タイプはどんな人か。おお、変な人が出た。うわ、コスプレマニアか。まさかコスプレイヤーがこんなところで出るとは。よくぞ参られた。我こそは四天王の一人にして。変態。変態。変態じゃなく鋼の男、ガンピ。我と我の自慢のポケモンたち、持てる力を惜しみなく発揮し、正々堂々相まみえること、ここに誓おう。では、では、いざ、いざ、いざ。シャキン。コスプレイヤーめ。コスプレイヤーのガンピ。ガンピか。どんなポケモン使うんだろうな。まつげ長いな。てか、頭のその人手みたいなやつ何。そういう、おしゃれ。お、出た、鍵っ子。鍵っ子か。こっちは毛だものだ。トップバッターは毛だものだ。毛だものがトンボ狩りで。うわ、いっちゃまん。やめてやめて。やめて、そういうの。枝物残ったかをグーカワ。フライングラビット。ね。ほぼ何にもしてないもん。ね。今の、もう何にもしてないと言ってもいいね。ただ出てきただけの毛玉、ね。仕上げはお母さん。うなぎファイヤー。やったぜ。ね。
うなぎとけだもの。2匹の力で倒しましたよ、2匹の力で。やったー、レベル上がったー。進化キャンセルしなきゃ。ダイノーズ。あれ、ダイノーズって岩タイプのやつじゃねえの？あれ、鋼あんの？あれ。え、どうなの？え？ほら、ちょっと、一旦宿所あたりでちょっと様子見てみよう。様子見に使われる宿所の気持ちったら、ね、察してほしいとこなんだけど。うん。様子見もね、大事なポジションや。大事な。鋼あんの？波乗りとか打ってみる。これどうなんでしょう。ああ、でもまあ、岩タイプあるから。やべやべ、殺せる。耐えましょう。耐えよう。ナイス。意外と全然だった。これ倒せるとあの変なヒゲを。え、なんかトイストーリーとかにこんなんいなかったっけ。なんつったっけあれ。あの、目とか鼻とか取れるやつ。ミスター、なんつったっけなあれ。あの奥さんのいるやつ。出てこねえな。気になるな。あとでググロ。さてさて。ギルガルド。これも岩じゃないのかな。これ、ちょっと宿所のままで行ってみるか。あ、違う。岩じゃない。あれ？俺何で間違えてたんだろう。やべやべやべ。ちょっと、波乗りで行けるか。どうなんだ。キングシールド。いひー、違う。何気にこのポケモン見たことないよね、そういえば。え、何この、守るじゃん、要は。キングシールドって、大層な名前つけましたけどね。くっそ、こうなったら、スーパーロマンザ絶対レード使ってみようかな。いバトルスイッチ？え、何これ何これ、形変わったよ。え、なんじゃこのポケモン。ああ、すげえなんか、くすぐられる、なんかそういう、なんかそういう、冒険心みたいな。冒険心わかんないけど、なんか、なんだよ、このポケモン。ちょっと欲しいよ。聖なる、おぉ。ダメだった。絶対レードをかますことはできなかった。まあでも、うなぎでいけるだろ。しょうがない。宿女はナイスだったよ。1ダメージも与えてないけど。1ダメージも与えてないけどね。敵の正体を見破るっていうね、大事な仕事をやりました。うわ、バトルスイッチまだ。え、なんか一ターンごとに変わるとか、それともどっちなの？任意で変わるの？どうなの？うわ、もうこの、要は守る。くっそ。全然ダメージが通らないじゃないか。通った。どんぐらい？おーし、いったいった。ああ。全く正体不明のやつだったぜ。あれかな、あの、二段ギルとかいうやつの進化系なのかな？ハッサン。あ、これはいける。虫、鋼でしょ？いけちゃうよ。じゃあ、あれを見せちゃおうかな。究極奥義じゃん。ブラストバーン。おお、おお、あ、割と究極感ある。なんか割と、どっちかっていうと究極みたいな。なんか、究極とそうでもないだったら究極だった。うん、究極感はあったよ。よし、ポケモンと信じ合う力、我を上回ったか。おお、いいね。据え置きで1万3000くれる。おお、やばいやばい。超危ない危ない。油断してた。油断してた。けだものがけだものになってしまう。いかんいかん。それは食い止めねば。よーし。いいね、かわいい。ふぅ、かわいいは作れる。おお、なんとること。我が心、打ち震えて止まらぬ。喜びと悔しさ、同時に味わうとこうなるのか。決めた、共に高め合うべく、貴殿を皇帝騎手と認める。よいかな？あと、一人で終わりではない。我ら四天王に勝てば、次はチャンピオンと相まみえること忘れるでないぞ。ほな、チャンピオン。いや、チャンピオンは、なんだろうな。マジで、誰なんだろうな。本当に、全然わかんねえんだけど。はい。このパートは、このあたりで終わりたいと思います。残すところ四天王一人、チャンピオン一人というね、ことですね。いやー、長かった旅もね。もうすぐ終わりということで、なんかね、感慨深いものがありますけど、ね、最後までね、負けたら最終回にならないんでね、最後はね、油断しないようにね、頑張ってやっていきたいと思います。次回、ポケットモンスター X 最終回。最後は、チャンピオンとポケモンを使わずに、肉弾戦で殴り合うの巻。乞うご期待。
お疲れ様でした。